はい、おはようございます。もうスペースありません。すごいです。今日函館から津軽海峡フェリーで大間に渡ります。フェリーの時間が早いやつなんで、もう数時間後には乗らなきゃいけないって感じです。はい、テラ、はいよ。テラ、見て。よし。見て。よし。朝の散歩に出かけてきました。ニコ映ってるよ。馬がいる、馬。ちょっと小雨ですね。ない色がない。ゴムトン外しました。テラピコみんな、テラピコみんな、北海道出るぞ。北海道出るよ。もう船揺れるぞ多分今日は、うん、覚悟せえ覚悟せえ。私に言ってんのか。あ、飴を持ってかなか。じゃあ俺も用意する。はい、はい、道の駅七色七重、すごい混んでました。すごい激混み。お盆初日、津軽海峡フェリー函館に出発します。晴れやかに出港したいんですけどね。七重はなんか男爵芋の発祥の地って書いてあったね。なんかリンゴも有名らしくてさ、そういうものがたくさん売ってるって言って書いてあったけど、お店寄れんかったわ全然。今度来た時はなんか見に行きたいかな。今年の北海道はなんかバタバタしたね最後。今日はあと心配なのはピコをフェリーに乗せること。乗せてやって、それが大仕事や。なんか犬は全部囲わないといけない。そうするとピコはね、リップには入らんし、あのケージに入れて運ぶしかないんだけどね、重たいよね。ぐるぐる回るし中で、どうすればいいの。そういう時と乗船と下船が汗だくになるかも、二人で。いやちょっと海荒れてそうやと思うけど、やばいね、二人して酔い止め飲んどこ、自分も。酔い止めないじゃん、買わなくてもないの。大丈夫だって。よう言うわ、お前が言うなって。ようこそ。はい、もうすぐ着きますよ。フェリーターミナル。受付は7時半からみたいですね。あと7分やね。お土産コンプリート。受付始まりました。津軽海峡フェリーのクルームと愛玩兼用施設。フェリーに乗るために並びに行くの。大間行き乗船車両待機場、これだね。おいでおいでちょっと。
っちの手こっち、ここでいいんじゃない、うん、みんなここだもんね、ずっとドッグルームの愛玩犬用施設利用時持ち込み用バックキャリー、これつけろっていうことやね。そしてこれドッグルーム利用券4番と6番、そして乗船券、プライベートドッグルーム上下線時のお願い、こういうさカートとかケージ全部ね隠れるのじゃないとダメです。ペット積載車ステッカーはダッシュボード上など車両誘導員が見えるところに置いてくださいって書いてある。あとねこの利用にいろいろ書いてあります。これダッシュボードに置いて、だって9時半発の大間行き大観丸に乗って北海道を出ます。今7時50分だからまあほぼ1時間半ぐらいかな。こちらまたまたしてたけど諦めた。さっきさ向こうでねまた鐘が鳴ったんだよ、カンカンカンって言ってね子供が鳴らしてたの。あのよくある幸せの鐘ってやつ聞こえたんだね。ここまでちょっと遠いところにあったけどね。ヘラ大丈夫だよ。はい、ご飯待ちの2人です。ちーさっきまで鐘の音にビビっていたテラちゃんです。ご飯にはどんなことがあってもご飯には食いつきます。こら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 テラ見て、よしいいか、よし、多分この2台が犬連れで、このスカイラインは車高が低いからここで、あと他の一般車両はこっちに並んでいるみたいです。ご飯食べようか、簡単に。来た来たよ、到着。赤い車のとこ行ってますね。はい、はい、おいでおいでって言ってる。どうしようでいいの、あ、ここ横だって、うん、大観丸に乗ります。あと何も犬がいる。はい、乗ります。行ってきます。行ってきます。北海道さよなら、また来年。また来年だね。どんどん、おー、そこそこします。2番に入るってこと、うん、このまま、うん、ちょっと待ってて、はい、はい、うん、こっち一番最初、サイドブレーキと、いらっしゃい、犬出せるんかこれ。ねえ、ちょっとやばいぞ。てら待て、まだ。てら待って。てら待ってて、てら待ってて、てら待って。てら。てら待って。待って。てら入って。入って。危ない危ない足、無理やりやったら。てら入って。今日昼な焦ってやると危ない。そう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 、待って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 、お利口さん、お利口さん、全部入って、明日足まで。じゃあこれ反ってみる、手が顔が出そう。テラちゃん入ってます。こんなピコはこの中で暴れております。テラからチェックしたい。テラ特に
あーしんどいね。めっちゃ船揺れとった。ほんでもうテラが入ってくれんし、バタバタしてさ疲れたね。はい、とりあえずは大間到着したみたい。暑いねやっぱり。開いたよ。船がさ右に傾いてたね。ちょっとさ酔うかと思った。途中やべえと思って。結構あれやった、揺れたね。揺れた。あのね、後ろの方揺れんかった。キラたちの方とか後ろの看板。そうだ、前めちゃくちゃ揺れとったやん。時間に余裕がなさすぎて、そのすぐ行けとか言って看板に。もう 2頭いるともうちょっとバタ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 になるね。とりあえず船はこれで終わり。終わり。どうすか、またやれそう？いやちょっとしんどいかな。意外とよかったよ、カートなんか持ってきても全然通れん、うん、人の車があるからもうぶつけるわけに関しては絶対に。何はともあれとりあえず心配してた難関は行きも帰りも船やったけど、とりあえずクリア。あ、見た。はいはい。ほんじゃあ、じゃあ下船します。久々の青森、うん、出て左の方。出てったよ、うん、出てったよ。行き、うちの番、うん、行きます。行きます。はい、はい、本州に帰ってきたよ。帰ってきたよ、青森。本州はガンガン、みんな乗る人これ、うん、乗る人。ここまで来たら大間崎行くでしょう。大間崎一番先端に向かいます。